こんにちは、トライデントです。ベースコーラスのセリナです。ボーカルギターの朝香です。ドラムの渚です。 You are watching Backstage Pass on BuzzHero。もともと中学校の時に吹奏楽部でマーチングをしていて、でその後、高校受験する時にハマったアニメの軽音がきっかけで、私も女子高生のガールズバンドを組みたいと思ってドラムを始めたのがきっかけです。私は高校生の時に部活で組んだバンドからバンド人生はスタートしたんですけど、もともと好きなロックバンドがいて、そのバンドに憧れて自分もバンドを始めたのがきっかけです。私はもともとなんかロックとかあんま聴かなかったんですけど、高校の時に友達に誘われて軽音部に入ったんですけど、それでなんか、成り行きで音楽やり始めて、で、楽しくなって今っていう感じです。すごいどの会場も一昨年よりもすごいパワーアップした景色と環境になってて、でファイナルの東京なんかは特に、過去最大動員数で迎えることができて、本当に一歩ずつこう大きくなってきてるんだなっていうのを成長できるツアーでした。ファイナルの時に、新曲を2曲披露して、で、1曲は本編の中でもうすでに MV を事前に出した曲をやったんですけど、アンコールでやったもう一曲の新曲が本当に2週間前ぐらいに完成して練習し始めた楽曲で、まだレコーディングもしてない。そう、まだしてなくて、すごいその全員がドキドキする中で披露したっていう秘話があります。3人の女の子のバンドだと結構そういうギターロックっぽい感じの音楽が多いんですけど、自分たちはなんかあえてそういう確かに4人組とか5人組の男性がやるような音楽をやろうっていう風に最初から決めてて、結構すごく BPM もめちゃくちゃ速い曲だったりとか、さっき言ったみたいにブレイクが入ってたりとか、そういう結構いろんな人に言われるのが、これ3人でやってないじゃんみたいなことを言われるような曲を結構やっていて、それが自分たちのいいところというか唯一無二感であると思います。ツアーファイナルで発表させてもらったんですけど、次5月22日にまた新しいミニアルバムが発売されます。スパイス X というタイトルで5曲入りでまたツアーとかもあるんですけど、そちらが次の発売予定だ。この動画をきっかけに知ってくださる方もたくさんいらっしゃると思うんですけど、ぜひライブにも遊びに来てほしいですし、遠い場所でなかなか来れないよって方は、音源でもね、遠くにいてもパワーが届くように、普段レコーディングとかもこだわってやってるので、まずはよかったら音源も聞いてもらえたら嬉しいです。